GPIT チャンネル始まりました。ケントです。ひなとです。上総ゆうりです。セレズキです。ゲストでクペーサ X の皆さんに来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。簡単な自己紹介というか、グループの紹介をお願いします。クペーサ X はジェンダーニュートラルという思想をコンセプトに福岡、東京で活動しているダンスボーカルパフォーマンスユニットです。はい。瀬野君には個別に出ていただいて、お邪魔させていただきました。ぜひちょっとメンバーにも動画出演していただきたいっていう話をして今回実現することになったんです。はい。ありがとうございます。皆さんそれぞれいろいろ恋愛遍歴といいますか、すごい面白いので掘り下げていきたいと思います。そしてなんと、ワンマンライブ開催と。そうなんですよ。10月8日に2周年のワンマンライブを開催させていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。イベントの詳細も動画の最後に発表しますので、ぜひぜひチェックしてみてください。皆さんのセクシャリティってどういう感じ？みんなバラバラで、瀬野はバイセクシャル、上総は日によって変わる、女性的な時もあるし男性的な時もあるし、どっちでもないっていう時もあるっていう、エクスジェンダーみたいな、エクスジェンダー。そうですね。私はですね、パンセクシャルって、はい、パンセクシャルって割と最近出てきたけど、やっぱ分からない人とかもいる、ね、結構伝わらないこと多いので、バイセクシャルから入ってで掘り下げるとパンセクシャルっていうセクシュアリティなんだけどっていう感じです。自分の性別の自認っていうのはどういう感じ？性別の自認は女性ですね。2年前ぐらいまでめっちゃ髪長くてめっちゃギャルしてました。本当に本当にこんな感じですね。なれー、村本やばいですもんね。普通に仕事してて毎日退屈だなと思ったんですよ。まるまる世界を変えてみたいと思ったんですよ。髪切りました。結構周りから好評で、ボイシュのが似合うねって言われるようになったんですよ。なのでそこからもうちょっと抜け出せなくなっちゃって、ボイシュになっちゃいましたね。新しい生き方を変えたと。あ、そうですね、生き方だいぶ変わりましたね。すごいね。女性らしい服着たくなっちゃう時は全然着ます。全然着ます。姉からもお下がりとかワンピースとかもらうので楽しんでる。そうですね、もう女性らしい服もボーイッシュな服もひっくるめて楽しんでる。すごい面白い、はい、今までの恋愛とかって聞いていいですか？はい、もちろん大丈夫。事務所的に大丈夫？あ、もう何でもアダルティーな話も何でも今パートナーいるんだよ。いや、いないです。今いないですけど、なんか本当？本当です。特定の人とかあんまいないですね。特定はね。週末イベントがあるんですけど、それまでが寂しくなっちゃったりとかして、自分って付き合ってるかもしれないお客さんとみたいな気持ちになっちゃうんですよ。将来のこと考えるとやっぱ好きな人とずっとパートナーと共にしたいとか思いますけど、女性を好きになる傾向が強いですね。はいはいはい。ファンとかからさ、やっぱモテるわけじゃない。ワンちゃん付き合いたいみたいな子もいるわけでしょ。かもしれないですけど。どうするの？抱きしめるの？いやでもそこはステージに降りちゃうと相手が好きで自分ではないと思ってるんですよ。ああ、まあまあ、でもそういう経験あるよね。あります、あります。出てる人ってね。カズサ君は付き合ったことはあるんですけど、本当に自分が好きだったかって言われると、え、好き？何それ？みたいな感じの反応が結構多くて。でもわかるかも。僕もトランスする前は女性として生きてたんだけど、当時自分が女だって自分でも思ってたし、周りからも認識されてて、楽しいの延長で付き合ったのよ。これが好きなのか、みんなが好きなのかとかわかんなくて、でもその時に好きな女の子いたの。自転車で彼氏の家の前通った時に何にも反応しないわけよ。でもその好きな女の子この家の前通った時に電気ついてるかなとか、みんなが言ってる好きってこっちじゃないかと思って。めっちゃわかりますね。でも比べるもんじゃないじゃん。数値化とかできないし、彼氏のこと好きだって思ってたんだけど、あ、これもしかして好きじゃないぞ、友達として楽しいだけだぞとか思って。僕の場合はまあ女性好きっていう感じだけど、やっぱ好きにならない人も絶対いるから、恋愛するのが当たり前っていうのも概念も良くないよね。特殊な経歴の特性的なのか分かんないですけど、ギャル生まれギャル育ち。はい、ギャルだった時は男性とお付き合いしてましたね。普通の男の子でしたね。ギャル王じゃなくて、ギャル王じゃなくて普通の男の子でしたね。初めて女の子と付き合った時もギャルでしたよ。相手はバイセクシャルだったんですけど。経験はすごいですか？事務所本当大丈夫？付き合いした人数、あ、人数ですかね。ちゃんと付き合ったっていう人数は結構自爆し始めましたよね。ちゃんと付き合いっていう感じで付き合った人数は5人ぐらいです。はいはい。ちゃんとじゃない人、ちゃんとじゃない人は付き合ってないけどっていう人は10人ぐらいです。多いです、多いです、多いです。大学生の頃は結構まあ都会控え、都会、謝ってください。都会控えした人全員2周年のワンマンライブ2回目っていうことで、どういう感じでパフォーマンスやってるんですか？ライブハウスとかでちゃんとした衣装を着て歌いながら踊るっていう。みんなが歌うんだよね。みんなそれぞれ歌ったりとかダンスに特化したりとか。埼玉の大宮のライブパフォーマンスってイベントがあって、毎月そこに出させていただいたりとか。あ、そうなの？路上で？路上です。わーすごい。なんかそのパフォーマンスとかさ、舞台とかスイッチとか入る衣装を着たりとかすると気合とかは変わります。今ちょっとこうゆるゆるって感じですけど、すごいみたい。全然今変わりますよ、すぐ。はい、本当？はい、任せてください。本当に？はい、いつもイベントの最後の締めで使う掛け声をさせていただきたいと思います。せーの、エリクス。いやー、気持ち的に全然違います。思ったよりも爽やかだった。女子受けいいやつじゃないですか。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。そもそも結成したきっかけみたいなのって、ジェンダーニュートラルっていう思想をコンセプトにしてるんですけど、スペーサーで恒星宇宙って書くんですよ。自ら光り輝く星になってこう人を照らせるような、ジェンダーとかボーイッシュとか悩んでる子たちってまだ多いなと思っていて、自分もやっぱりそのアイドルとかステージに立ちたかったのに、男の子っぽいから立てないっていう悩みがあったんですよね。そういう子たちが見て自分もやりたいと思ってもらえるような光になりたいなという気持ちが。なんかやっぱりさ、こう時代もあると思うけど、ちょっとこうアンダーグラウンドな業界だったよね。エンタメって言ってももうちょっとこう政治的だったりデモだったり、なんかそういうのが強かったから、本当にいい活動だと思う。まだまだこれからですね、頑張っていきたいと思います。はい、しかも募集してるとメンバー。そうなんですよ、はい、性別とか全く問いません。一緒にステージに立って音楽でこう人の心を動かしたいとか、そういうふうに思ってくれるメンバーを募集しております。ああ、素晴らしいです、はい、概要欄にその募集要項とかも載せておきますので、興味ある方はぜひぜひ連絡してください。ライブはワンマンということで、どんな感じのライブやるんですか？10月8日に渋谷のガレットさんっていうところでやるんですけど、2部制で考えていて、一部はダンスアイドルさんがいたりとか、ジェンダーユニットがいたりとか、本当に性別とか関係なくミックスイベントみたいなのを主催で、で2部が2周年ワンマンということで、新曲もそこでお披露目で。はいはい。楽曲自体何曲ぐらいある？楽曲はプロデューサーでシンガーをやっているしゅんさんが作詞作曲されてるんですけど、オリジナルとしては「ていうかさ」っていう楽曲が1曲、今回その10月でお披露目する曲でオリジナル2曲です。あとはしゅんさんの曲をカバーさせていただいてるっていう感じなので、全部で12曲ぐらいはステージで。結構やりますね。詳しくはクペイサイクスの公式 Twitter など SNS を見ていただけたらと思います。はい、チケットも販売中でございますので、概要欄に貼り付けておきます。各メンバーのね SNS も一緒に貼り付けておきますので、ぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。ということで今日はですね、クペイサー X の皆さんにゲストで来ていただきました。ありがとうございました。また遊び行きたいです。はい、ぜひ。もう話したりない。ちょっとなんか本当飲み行きたい。いや、本当ベロベロでベラベラ。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ライブも来てください。YouTube とか生放送とかで結構企画やったりとか、激辛食べたりとか、足つぼライブしたりとかやったり。足つぼライブって何？足つぼの上で踊るみたいな。もうしんどかったですけど。あれしんどかったですね。それは何誰が企画する？まあ大体背中。そうですね。足つぼ系は背中。